はいよ行けや。ちょっと俺先やだよ。はいよ行けや。俺先じゃなくて、あこっち。あのいやガチで方向音痴だった。脱出島シリーズ通算で言うと4回目かな。協力プレイ型になってから第2弾挑戦状の VTR が届いてるみたいなんですけど、見ますか。あ、俺か。なんか届いてる。あ、ポンスケだ。ドコムスさん、ポンスケさんへ、お二人をパーティーへご招待します。でもお二人はそのまま来るよりゲームをして満喫しながら来てね。会場まではウサギが案内します。はぐれないように頑張ってついていってね。それでは会場でお待ちしています。 GM ヒロムタス。パーティールール、2人はスマホで通話ができます。協力して会場まで来てね。2、9の前に立つと問題が出るよ。順番通りに解いてね。3、問題が出てから15分経たないと視聴者さんの力は借りれないよ。上のルールを守って会場まで来てね。なるほど。まあ基本ルールは前回と一緒かな。やべえ、謎解き、不思議の国の謎解き島。あっ、ここはどこだ。ここで5分喋るかね。え、ちゃんと録画回した。回した。あ、オッケー、大丈夫ね。よし、行こうか。じゃあ行こうか。いや、じゃあ今回2人なの。なんかウサギが案内してくれるって言ってたけど、ウサギいないけどね。うん、あっちにジュンはいるけど、ついて来いと言わんばかりの尻尾してる。じゃあついてこいか。あ、そっか、ウサギの格好か、これ。なるほど。これもう問題あることない。え、これさ、何、二人で読むの、いきなり。じゃない。迷いの森を別々の出口に抜け出せ。なるほど、なるほどね。なんかせっかく今回ね一緒にスタートしたのにいきなり別々に行くの。ここで別れさせられるんだ。早くない。別れる道によって難易度変わることない。いや絶対どっちかの方が難しいし。いやだからなんか伝えるのが難しい方に俺行かないとさ、なんかつむくない、これ大丈夫。とりあえず俺はもう行っちゃってるやん。こっち行くなら俺、じゃあ俺右行く。ちょっと絶対こっちの方がむずそうなんだけど。じゃあな。あ、いや、いるやん。そこ。そこ、いや、ここ繋がるんかい。何で繋がるんかい。あれ、こっちで合ってんのかな。ちょっと待って、こっちもうちょっと見るわ。なんかね、オレンジがあるんだよね。オレンジ。うん。まあ、ポンスケっしょ。とりあえず行っとく。これ渡れる？渡れないよね。渡れないね。やっぱさ、森なんじゃない？道具ないじゃん、だって。あ、待って。なんかツタかかってるやん。嘘。なんか、あの脳内に直接語りかけてきた。来れたよ、上。あ、行けた。上来れたけど。あー、なるほど。え、あ、それそのまま右に出ればいいんじゃない。あ、出れた。うん。で、多分崖ピョンして、はいはいはい、多分どっかにまた鶴が。はいよ、行けや。ちょっと俺先やだよ。はい、あよ、いけ。俺先じゃなくて、あ、こっち。多分そこら辺にね、鶴が多分ある。あったあったあった。鶴。行きます。はい、で俺先行くわ。あ、このアフロを目印に。はいはいはい。降りてきた前。これか。ああ、1個目土管、土管あるね。そっか、これ迷う、不思議の国のアリスがモデルになってるっぽいから。うんうんうん。いきなり迷いの森から始まってんのか。うん、ないと思うんだよね。え、まだ分岐ないよ。ないね。迷いの森を別々の出口に向ける。まあこれ左、ちょっと左、左って言ってみる。行ってみて。あ、ここかな、もしかして。いや、これ果物集めとかないと後々積む説あるけどな。ここ登れるわ。あ、いける。これ多分この桃を回収しといた方がいいかも。はいはいはい。で俺もらうね、これは一旦。オッケー、これで11。ちょっと待って、今すげえこと発見した。何？めちゃくちゃ尻。めちゃくちゃ尻みたいだな、もう。これ。いや、小学生か。これすごくない？あ、でも見えないか、俺の視点じゃ。いや、見える見える見える。あー、でも視点違うからね。俺ただあのふくらはぎだけ鍛えすぎたマラソンランナーみたいな感じになってる。なるほど、なるほどです。いけねえや、こっち。え、いけねえぞ。ちょっと難易度上がってない、今回。なんかバカほど上がってない。難易度上がってるよね。
前回ちょっとサクッと行き過ぎた。あ、ちょっと怒らせてしまったもんね。ちょっとそのあたり見てて一回戻ってみれば。土管で、はい、いや、なんか明らかに行き場所がね。あ、なるほど。あ、でもこっち行けるな。土管がね、あれだわ、何個かあるわ。なるほど。あ、ここじゃない出口もあるってこと。そう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 、俺違うとこ出た。ってことはそこが分岐なのか。何を集めればいいんだ。果物いっぱいあんだよな。果物はでも後々聞いてくんじゃない。ちょっと出入りしてみて。そうだね、これ戻るわ。戻れなくなってるけど。そんな方向音痴キャラだったっけ。いや俺めちゃくちゃ方向音痴だよ。いやビジネス方向音痴。すぐビジネスっていうのやめろや。あ、戻ってきちゃった。おい、どこです、右行けるやんけ。え、どういうこと。最初の位置から右側行けたわ。え、どういうこと。あ、てか、あれじゃん、あれ、これどこだこれ。いや、森の中に方向音痴もクソもないけどな。だって、木しかないんだ。あ、出た、あ、出た出た、新しいとこ。うん、オッケー、出たけど、出たけど、出たけど出たけど。いや、でも多分ここまでのところ全部あと行けなくなってるから、うん、あー、ここか。そう、あ、登った。あ、来た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 、登れた。あれ、ガチで方向音痴だった。これ戻ってきてる。え、最初この土管入った。あ、そういうことか。ちょっと待って、本当だ、これ見たことある、この景色。下行って左行って、うん、あーで上だ、こっちこっちこっち、はいはい、こっち、こっち。あー、アフロ、ありがてえアフロ。で、ここ抜けた先がまだ行ってないね。あー、ほんとだ。あー、やばい、死体が。死体？ほんとだ。この迷路に迷った前世の俺の死体かな。まだこの迷路囚われてんな。もうやめとけよ。あ、ここ飛べた。あ、オッケー、そっちや。クロスワードパズルとか来た時にもうガンガン頼るからね。確かに。オッケー、こっちだ。ああ、あるやん、こっちだ。え、でもそこ、あ、そっち終わったんだ。なるほどね、こうだ。おお、ややこしいな。よく考えた。うわ、ついた。いや、こんな、何これ。ああ、なるほど、これを、これ別々の出口に行かないといけないんじゃない。ここ、じゃあこれ1個ってこと。うん、でもう一個がね、左にいたんだよね。え、どういうこと。あ、いいよ、俺ちょっと探してくるわ、じゃあ。じゃあ俺ここいてくれ。ここゴッツァンゴールしていいってことね。オッケー。だからちょっとあの、そのあたり歩きながらさ、ちょっとなんか旅ロケっぽく喋ってもらおう。おい、そっちのは辛いやんけ。嘘だろ。今私は古代遺跡ゴールデンマカオに来ています。略して GM。 なんとここには光ロケ、その他基本的に様々なツールが展示されていますね。なかなか硬そうな地面ですけど、突き破るツール、これはおそらくジャックと豆の木のモデルになっているのではないかなと思っている次第なんですけども、その辺の皆さんはいかがお過ごしですか。左側にね、あの、なんですかね、あの、天使の化石がありますけど、実はこれ彼らはね、あの、自分の生涯をここで尽くしたという次第であります。ここから出れないので、これ以上あのリポートすることは特にないんですけども、他の GM の他のパターンとかね、ゴールデンマサオとかね、いろんなパターンがあるかなと思っております。皆さんいかがお過ごしですか。ちょ、無理無理も。あ、大丈夫、今着いた。あ、マジで。さすがだね。オッケーオッケー。はい、今こちらはですね、およそ150年前ほどに作られた、ちょっと洋風な屋敷みたいなところに今たどり着いたんですけれども。いいよ、食リポは食リポで。ああ、それもいいよ。ででん、スムージーを作って2人とも飲め。うーわ、でもさっきのさ、飲み物で果物を俺も持ってかないといけないわ、これ多分。あ、ってこと。あ、そっか、俺桃持ってるわ。そっちにさ、うん、キッチンある。キッチンはないと思うけど。あ、ある。あ、これキッチンなんか違うよね。あ、そういうこと。どこです、ここに果物を。あ、なるほど、ここで渡せんのか。渡し方めっちゃ飛んでくやん。したらさっきの迷いの森の中にあったなんか桃の木から多分果物を採取しないと。 あったね、俺もあれ気になったんだよな。桃の木あんなと思ったんだよな。お、あ、果物落ちてた。ヤシの実あった。ヤシの実か。俺はもう出れないです、こっから。おい、嘘だろ。どこだこれ。こっちか。
違うな。オレンジ1個確保。ポンちゃんその上も持ってる。あ、オッケー、これか。よし、できた。よし、これでも作れる。戻ってオッケー。うん、作れる。オッケー。見てください。ところどころから湧き水が出ています。こちらの湧き水なんとね、あの富士の水が、地球の頂上を通ってここまで届いていると。説によると言われております。ちなみに、そうですね。ちなみにって言った時は僕は大体何も考えてないので何もつまりませんでした。うん、申し訳ありません。今不適切な表現があったことをお詫びしており申し上げます。あと1分ということだったので、そうですね。特に最近の、面白、最近の面白、最近の面白、面白事件、特につまらない日常だったんですけども、僕は。練習をね、練習休もうと思ったら、僕いつも風邪をひくタイプでして、風邪をひきまして、ちゃんと、F組クルーに無事になりました。何も無事じゃないんだよ、ございます。でも、お薬もいただきまして、調子は良くなってきている次第であります。ないって、もう。いや、OK。間に合った、間に合った。よく繋いでくれた。よしよしよし。OK、OK。まあ、繋がってないけどね、全くね。あいつ、鼻水出てるんだよな。ごめん、出れんじゃなかった。鼻水出てるやつのスムージー飲みたくねえよな。えん、ちゃんとこれ隠し味だから、これそんな勢いで出るんだじゃあこれ飲みましょうか。飲みましょうか。今年1年も楽しんで生きていきましょう。乾杯。乾杯。マジで自分の飲み物持っちゃった今。あ、俺も飲もう。じゃあじゃあここ通っていいのかな。なんか進めるようになったぞ。 Q さんありました。いきます。農場主に1から6の数字を言って材料をもらえ。あー、なるほど。こっちにかかる、あのね、うん、畑があって、うんうんうん、多分農場主らしき人が樽の前に立ってんのよ。だから、はい、多分そっちになんか、はいはい、多分1から6の数字に関する謎解きがそっちにあって、こっちで俺が言うともらえるってことなのかだと思う。こっちはね、なんか1ハテナ、2ハテナ、3ハテナ、あー、なんか4カボチャ謎解きっぽいな。うん、5ハテナ、6ハテナやって。畑に生えてるもの上から順番に、トマト、ジャガイモ、カボチャ、うん、米か。え、米じゃねえか、なんだこれ。小麦だな。小麦、人参で、最後がサトウキビかな。渡せる回数は4回です。そう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 。だから食材をドクムッチがもらえる回数が4回しかないのよ、うん、で電気がついてる家とついてない家がある。あー、こっちもそうだわ。これなんか意味があるとしたら、左下に3個塊があって1個だけ電気ついてるので、その横には4個連なってて1個電気ついてるとか、これなんか法則性あんのかな、うん、あれ電気消してる。もう電気めっちゃつけてる。電気関係、あ、電気関係ねえんだこれなるほどね。なんか意味深だったからねえ、たまたまついてただけなんだ。ややこしいから消してくれたのかな。オッケー。なんかじゃあこれ字になってるとかありえる。船止まってんだけど、これ関係ないのかな。馬車もない。船、馬車、考えすぎなんじゃない。だってまだ3問目じゃん。うんうん。こっちが作りたいやつの番号を言えばいい。あ、そうそう、1から6だから下からだよね。かぼちゃが4になるように、うん、小麦とサトウキビはそれぞれ小麦粉と砂糖になってんだよね。なってる。うん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 。そしたら小麦粉と砂糖を2個ずつもらえるように数字を言ってほしい。小麦粉と砂糖2個ずつ。うん。じゃあさっきので言うと、かぼちゃが4の数え方なんだよね。そうそう、かぼちゃが4になる数え方で、ってことは1を2つと3を2つ。あ、出た。あれ、やべえ、人参が出てきた。嘘だろ。1が人参になっちゃったんだね。でもかぼちゃ4なんだよね。で、かぼちゃはかぼちゃが4なことだけ分かってる。あー、そういうことか。アルファベットの順序ってことか。だからキャロットが C で、アルファベット順だと一番上なんだ。うん、だトマト、ABC、パンプキン、小麦ってなんだ。あー、フラワーだって。じゃあ2が小麦っぽいな。うん、キャロット、フラワー、ポテト、パンプキン、シュガー、トマト。うん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 。で言うと、ポテト4、パンプキン4個目だから。あー、来たわ。あー、なるほど。それやー。作ればいいから、はい、人参2本もらえたんだよね。もらえた。2個ずつもらえると信じたいねじゃあもう1回人参もらってみよう。
あ、そんなことできんのかな。いけるいける。1、うん、お、来た。もらえた。何個もらえた。あ、2個もらえた。4個です、今。あ、じゃあもう1回1。ワンプリーズ。あ、もらえるわ。すげえ、ちゃんと在庫あるわ。それで、それでもう、2人分の料理作れる。あ、マジで、うん、じゃあこれでいいのかな。じゃあこれ渡しに行くね。俺らもうだから人参ポリポリするだけの2人組とかしてるぞ、今。うさぎかい。まさか、そこにかかってたうさぎ。いや、違うでしょ。ほら、今日ほら、うさぎが案内してくれるじゃん。あ、まあ確かにね。英語好きだね、これ。これだ。よし、食べるか。人参、人参だけのやつ食べます。うん、俺皿ごと食べました。ごちそうさまです。あいつ皿ごと食ったやつ大丈夫か。しゃ、次の面じゃ。え、これ何本だろう。うわ、出てきた。4。オッケー、まだまだこっち進んでないわ。ちなみにこっち道具あります。アウトドアなスコップ手に入れました。あとこっちは視点移動しちゃダメらしい。はい、ででん。協力して正しい道を進め。これ合流だね。なるほどね。で、食いもん、ヤシ、俺ヤシの実1個持ってる。だってさっき料理食ったから結構溜まってるで。あ、そっかそっか。わあ、このこれで出た出た出た。あの、そっか、これ料理とか食うの伏線だったわけか。これクモンでやったやつ。ほら、上下の方見える。俺が見えるか。見えるよ。そう、つまりこれ上から指示して。ああ、前回のやつだ。クモンでやったやつだよ、これテスト出るやつだ。もらえた。で、もらったんで今全10回いけます。その抜いた左の低木抜いて多分抜けれたかな。 OK。 あー、いけたわ。しゃー、あー、ラジコン、ラジコンお疲れ様です。これ多分逆の方がおもろかっただろうな。俺多分一生出れねえんだろうな。もし、あー、出れた出れた、言われてたら出れました。お、まだなんだ。あ、そうか、アーチの下だからいけないのか。そうだわ。うん、あ、そういうことか。うわ、ね、よくできてる。こっかいけない、多分まだまだ合流できないんだ俺たち。あ、そういうことか。うわ、なんか問題あるわ。こっち95あるわ。マジでいけんのかな。あ、いけるわ。いきますよ。うわー、なんかもうなんか謎かけっぽいアイテムがいっぱい落ちてるから、そっちも解くかも、もしかしたら。いくよ、でーん。はい、パーティー会場に入る合言葉を伝えろ。正解はただの文字の羅列です。ああ、このこっちにある看板で謎解く感じか。こっちからも見えるな。5、4、赤の5、黄色の4、うん、白の5、青の3、うん、ちょっとトイレ行ってきていい。うん、行ってきていいよ。ちょっとトイレ行ってくる。ちょっとその間に謎解いてるわ。湖の前でね、なんかしょんべんしてる男をね、横目に見ながら、こちらの方には今色とりどりの花とね、それぞれの家具が置いてあるので、おそらく花とその家具の頭文字が当てはまるんじゃないかなっていう。え、赤、赤がフロアモニターってこと？で、多分フロアモニターの5文字目なんだよ。じゃあ2だ。フロアモニ2、 OK。 2で、黄色の4が、アイロンんだ。で、白の5ね。ジャンベじゃなくて、ティンパニ。ニンニ。ニンニクじゃね？ニンニク。次なんだっけ？次なんだっけ？消火器でしょ？消う、あ、うだ。うだ。ニンニクじゃねえのか。ニンニウ。ニンニウだね。マラカス。黒の2。アンプ。うん。あれ、紫の3。掃除用具。3か、掃除。で、ジュークボックスだから、ちっちゃい湯。ニンニュまんじゅう。ニンニュまんじゅう。いや、ちょっと一回言ってみ。ニンニュまんじゅう。ニンニュまんじゅう。頭悪そう。正解かい。なんだこの達成感のない言葉は。ナイス。パーティー会場に入れるのか、これで。おめでとうございます。ありがとうございます。パーティーの島、え、
あ、しまっ、そういうこと？もう一個あんの？え、マジ？俺らが言ったからじゃん、この前さ、あの次は2つかなとか言ってさ。うわ、ちょっと待って、めちゃくちゃもう1時間半やってんのにまだ導入だったこれ導入だったわ、マジ。もうじゃあこれから挨拶人入まんちゅうにするか。あー、お開きにされちゃった。ちょっとマジか。え、人入まんじゅうって何？人入まんじゅうって唱えたことによって俺たちは今新しい姉妹いざなわれるわけ。ああ、そういう魔法の呪文的な。あ、確かに、ね、ドラクエのあれやん、復活の呪文みたいな。あの、多分予想できない言葉にしたんじゃないかってコメント欄で言われてるわ。あ、なるほどね。前回までさ、最後の2個ぐらい考えなくても、うん、あ、これ絶対あれじゃんみたいな。でもここまで来ればわかるやんみたいな。そうそうそう、多分それを避けるために人入まんじゅうにしたんだろうね一旦自分の島に返されると。